走り抜け走り抜け果てない夢は。いよいよ金沢マラソンのスタートが迫ってきました。準備は万全ですか？風になれ。この金沢マラソンコース紹介コーナーではコース動画を使ってコースの特徴や見どころ、マラソン攻略のためのワンポイントアドバイスなどを紹介いたします。完走のためにご参考にしていただき、感動のフィニッシュを迎えていただきたいと思います。それではまず全体のコースマップを見てみましょう。金沢マラソンのスタート地点は広坂通り、フィニッシュ地点は石川県西部緑地公園陸上競技場です。今年は1万3000名のランナーがこのコースを駆け抜けます。制限時間は8時40分から15時40分までの7時間です。皆さん関門閉鎖時刻に注意して頑張ってくださいね。 42.195 キロのコース上には16カ所の給水所が設置され、そのうちの6つの給食所では食べまっしステーションが展開されます。金沢弁で食べていきなさいよを意味するこの食べまっしステーションでは、金沢や石川ならではの食べ物や食材をお楽しみいただけます。またトイレはおよそ2キロごとに、救護所は16カ所あり、ランナーの皆さんをサポートしてくれます。安心ですね。それではコースの全容も分かったところで、早速スタート地点から映像を見ていきましょう。スタート地点は城下町金沢の中心部、椎の木迎賓館や金沢21世紀美術館に面した緑豊かな広坂通りになります。スタートしてすぐに左折すると、右手に兼六園、左手に金沢城の石川門と金沢を代表する歴史的景観が楽しめます。スタート直後でランナーも渋滞していますので、この辺りはウォーミングアップのつもりでゆっくり走りましょう。その後、橋場町、老舗商店が立ち並ぶ尾張町から、市民の台所近江町市場がある武蔵を過ぎると、金沢駅のガラス張りのもてなしドームと威風堂々とした鼓門が見えてきます。この鼓門を見ながら最初の折り返しとなります。金沢駅はアメリカの旅行雑誌による世界で最も美しい駅14選にも選ばれています。武蔵から都市型ホテルのオープンが相次いでいる美波町界隈を過ぎると、加賀藩祖前田利家を祀る小山神社もコースから見ることができます。そして北陸随一の歓楽街、香林坊片町となります。普段走ることができない金沢のメインストリートを走り抜けるのは都市型マラソンの醍醐味といえます。犀川大橋を渡り左折すると最初の給水地点があります。この界隈は寺町寺院群といって、多くの寺院が立ち並ぶ保存地区となります。寺町5丁目交差点を右折すると道幅がやや狭くなりますのでご注意ください。フラットな道路が続く泉ヶ丘通りでは、体がほぐれ軽快に走れるようになる頃なのでギアを入れたくなりますが、この後の山川幹線の上りに備えて体力を温存しましょう。第二関門を過ぎて久保町を左折すると山川環状道路に入ります。ここから約2キロにわたり緩い上り坂が続きますが、前半の頑張りどころとなります。
右手の丘陵に広がる野田山墓地あたりがコースの最高地点67メートルになります。野田トンネルを過ぎると長い下り坂が続きます。次の先浦枠並トンネルも含め下り坂はついついスピードを出しがちですが、オーバーペースに気をつけましょう。トンネルを抜けるとぐっと視界が開け、学生の町森の里地区に入ってきます。周辺には大学が点在し、近年目覚ましく発展を遂げています。 14.5 キロ地点には最初の食べ増しステーションがあります。ズワイガニの身のような杉代の人気商品香り箱などが味わえます。山川環状道路に別れを告げると半世紀代の風情ある町屋が並ぶ先人町に入ります。この界隈は曲がりくねった道が続き、道幅は狭いところで5メートルとなっていますので、接触などのアクシデントに注意してください。天神町を抜けると再び兼六園下に戻ってきます。橋場交差点を過ぎると左手に和江町茶屋街、浅野川大橋を渡ると右手に東茶屋街があります。この界隈も歴史と伝統に彩られ、住む人々のぬくもりを感じさせてくれるでしょう。ここには第二の食べ増しステーションがあり、金沢が誇る和菓子が味わえます。さらにここから 1.2 キロ走ると石川のソウルフード八番ラーメンの食べ増しステーションがあり、人気の野菜ラーメンが楽しめます。鳴場交差点が中間地点になります。上谷地交差点を左折すると北陸新幹線の高架をくぐります。運が良ければ北陸新幹線に出会えるかもしれません。続いて北陸自動車道の高架下をくぐってしばらく走ると田園地帯が広がります。アップダウンがなく走りやすい一方、景色に変化が少ないので集中力を持続するのが難しい箇所でもあります。終盤の正念場でもあります。肥後市西交差点を左折すると再び田園地帯が広がります。天気が良ければ正面に白山山系の山並みを望むことができます。第4の食べ増しステーションでは石川県産米100万石を使ったいなり寿司や加賀野菜の一つ源助大根の煮物などでお腹を満たしてください。浅野川に沿って走り磯部橋を渡ってしばらく走ると2つ目の折り返しとなる城北市民運動公園となります。ここには人気の金沢カレーの食べ増しステーションがあります。一口カツも載っていますので楽しみにしてください。再び西川を渡り北安江から金沢駅西口の広岡交差点を右折すると金沢のシンボルロード駅西50メートル道路に入ります。沿道応援の人も多く賑やかな大通りで35キロ地点となりますので、声援をパワーに変えて頑張ってください。駅西新都心のランドマークとなるレンガ色の石川県庁横では石川を代表するさまざまなスイーツが楽しめる最後の食べ増しステーションが待っています。県庁を過ぎればゴールまであと6キロなので気力も盛り返してきますので、それを力に足を進めましょう。金沢西高校横は
3つ目の折り返し地点となります。松村町交差点を過ぎ、松村三丁目交差点を右折すると40キロ地点です。この辺りは少し単調な町並みが続きますので、自分との戦いになります。雪吊りをイメージした歩道橋がある締めの橋を渡れば、フィニッシュの陸上競技場の照明灯が見えてきます。ここまで来ればフィニッシュは目前です。あとは力まず力を抜いて陸上競技場を目指してください。陸上競技場のゲートをくぐり、トラックの先にはフィニッシュゲートが見えてきます。感動のフィニッシュは最高の笑顔で迎えましょう。皆さん、金沢マラソンのコースイメージをつかむことができたでしょうか。金沢マラソンの回遊型コースは、豊かな自然や歴史的景観、食や文化といった金沢の魅力を満喫していただけるコースとなっています。金沢を丸ごと走るのキャッチフレーズのように、単に完走を目指すだけでなく、金沢を丸ごと楽しみながら走ってください。感動のゴールが皆さんをお待ちしています。